手前によいしょ引き上げろ OK 上げろ OK 来た。ではまず三つりからですね、絆の層いつまで続くのか、もう3年4年近く展開されてるのかな。寄せ浜手前で左に振っていきましょう。あ、加工の時にだいぶ奥に降りるんやな。動け。おお、ここで投げ飛ばしきれんかったら奥はまっちゃいそうやな。ここで来い。あー倒れるか。がっつり寄せで左に転がせたら斜めはめの状態がなんか作れそう。左邪魔すんな。ああ、はあはあはあ、寄せ浜で奥を回す。あ、オッケーオッケー、回れ。あ、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。表重心のいいところってこれ箱に刺さらへんの。ああ、ちょ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 、ああ、まだ戦える。うわ、いける。ああ、裏重心臭いな今の動きを見ちゃうと。普通の横ハメで行ってみよう。 OK、 奥だいぶ浮いてるんでこれで帰れ。おお、帰れ。おーっと OK、 リゲットでーす。はい、ではカカシですね。滑り止めのない場ガンガンついてるんですけど気にせず行きましょう。おっ、いいですね。爪の角度がいいとやっぱり動き出ますよね。角にかかるってことがあるので、これで OK。 うわー、バー上で OK。 奥釣り上げるようなイメージでいきたい。 OK、 おしゃれ。はい、 OK。はい、続いてはシャイニーカラーズリラックスタイムですね。行きましょう。こっちも全開なのでとりあえず縦狙い OK。 底重心って仮定してぶん投げ狙っていきましょうか。寄せは爪の中心は側面、これで。おお、頭が重いんかな。いや、これ腕でしっかり倒したいな。倒したら次で終わる。倒れろ倒れろ、左に OK。 終わった。安全を極めたいので突きでいきましょう。お、マジか、チャブか、怖いな。帰れ、手前に、よし OK。 突きとチャブ迷いますよね、難しいとこです。はいはい、春太郎ですね。チャチャ丸やっぱり大人気なようでゲットできず、挑戦すらできずとこですけど、春太郎だけ取ってきます。ただフラッキーは軽いこと多いんで、多分春太郎めちゃくちゃ軽いと思うんで両アームで手前投げろ。 OKOKOK、 左アームがしっかりかかるっていうのがやっぱりポイント。両アームで持ち上げて左が抜けて左が抜けて OK。 これ一番怖いんよな、どう決めきるか。確かに縦に戻しながらのスライド行ってみましょうか。手前入れて奥、滑り止めのないバーあるので引き上げろ OK。 引き上げろ OK。 OK、 縦スライド使えますね。はい、ではしばらく行きましょう。カイド全開想定正解ですね。これで右干渉すんな、縦。おお、平行移動。これぐらい寄せればかからないけど奥はまっちゃうかな。寄せ甘めで振っていきます。持ち上がれ。おお、これやったら手前の角回せるかな。これでこれで、あ、刺さった。いやー、事故んだ事故んだ。ああ、セーフ。たら奥の沈みだいぶ浅いんで外から行きましょうか。釣り上げるようなイメージで奥沈めたい。あー、まあ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 行きましょうか。とりあえず右にちょっと角度つけてしっかり乗せたい。 OK、 狙い方それぞれなんですけど奥の隙間に左網入れて縦に戻しながらの釣り上げを。 OK ですね。 OK、
縦スライド有効に使えれば結構早く取れるかもしれませんね。はい、ではトム行きます。がっつり寄せて立てながら、あ、でもいい、立たなかったけど滑り止め効いてなければ取れない。寄せ甘めで手前振っていきましょうか。がっつり入れて底重心であれ、いい、 OK。 奥滑り止めのナイバー乗ってるんで突きながら入れて OK、 縦に戻しながら上がれ、引き上げろ、 OK、 来た、可愛いですね。アイスクリームトムです。はい、ではジェリーですね。ちょっとトムと同じ取り方狙ってみましょうか。多分重心違ったら再現難しいんですけど、同じ重心と仮定して立ちましたね。で斜めはめの状態になっちゃうかな。とりあえず両アームで投げて、投げろ、おお、重心違うな。もう奥書いていきましょうか。これで入って、一応末広設定なんで右側端幅広いです。 OK、 意外と安定して取れましたね。完全に端幅の、ではシーソー君行きましょうか。寄せ甘、ちょっといつもよりは寄せてるか。右アーム多分これでも届くんで、シンプルに、あ、 OKOK、 横に振っていった方が早いような気がする。現場レベルで横に振っていった方が早いような気がしたんで、奥を右に振ります。右かかれ、あ、抜けるか、よし、揺れに負けた、揺れに負けた。角度のないとこなんで難しいんですけど、奥を左に振っていく。 OK、 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 おお、滑り止め効いてないな。つけ、つきながら入れ、奥に、おしょ、いやー、滑り止め効かなさすぎっていうのも面白いですね。はい、じゃあムイ君ですね、手前振っていきましょうか。ちょっとしっかりめに寄せて、シュンってならんかな、立つかな、立つ立つ、 OK。 一旦奥を両アームで振ってみましょうか。手前に立つかな、あ、 OK。 本来なら右に倒したいんですけど、移動制限あるんで左に倒しを狙っていく。うわー、でも角度が左についたから次かな、腕で倒れろ、倒れろ、 OK、 来た、うわーと上から滑らせながらつきます。うわー、ちょっとやばい、手前に来るな、奥に帰れ、奥に、奥に、いやー、終わった。やってしまったので、ちょっと違う狙い方で左寄せで奥目を狙っていきましょうか。 OK、 いや、よく見る形ですよね。これをなんとか最短狙えるような技術が欲しい。倒れろ、倒れろ、あ、そっちね。ちょっともう一回、次は奥行きちょっと奥めで、もう一回横にしちゃっていいかなっていうぐらいの気持ちで行きます。はい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 、あんまり動きない。寄せは箱の一番高いところに爪の中心合わせて、それで奥入れば両アームで手前に投げろ、投げろ、お、両アームで手前引っ張っていきましょうか。 OK、 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 上げろ、 OK、 来た、上げろ、 OK、 来た、ずり上げ、手前乗せですね、ゲットです。バランスキャッチチャレンジということで、あ、ちょっと奥行ったかな、重心わかんないんですけど、持ち上がれ、久しぶりに、こい、うわーと、もう一回狙える、いやー、もう一回狙おう。若干右寄せですね、してみて、さっきより手前目、上がれ、この辺やろ、おーし、来た、来た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 、さあ奥に落ちろ、おお、なんとも、なんか今日よくこの形になるな。リカバリーしましょうか。右アームかかれ、 OK で軽く起こして、あー、バー手前に入れ、入れ、ねじれも OK。 さあこれでどんな動きするか、倒れるだけかな、あ、いい、いい、いいよ、 OK。 ちょっと左に角度ついてほしいな、 OK、左に角度つけ、でスライドで決めたい、 OKOK、 がっつり寄せ、滑って入れ、
可動域広がれ、 OK、 それで上げてくれ、上がれ、うわーちょっとやな、おおでもちゃぶ台怖いんで突きでいきましょうか。あれやばい、反動で、おおラッキー。